急法取り手は、鶏肉とピーナッツを唐辛子と共に炒めた、四川料理である。別名は宮漠取り手。急法及び宮クの意味は、はっきりしていないが、急法は、帝法幹が好んだことにちなむとされる。一方、バクの字は、中国料理においては、炒めよりも、はるかに強い火力で短時間に加熱する料理法を指す。英名は、パ破チキン。ロシア語で、急法は、 と綴られており、これは新朝における皇帝のボディーガードで有名な、にも含まれる。帝は中国語で、菜の目に切ったという意味である。菜の目に切った、鶏肉、きゅうりにピーナッツ、鷹の爪を加えて炒める。九宝鶏帝は、四川料理の中で最も知られる料理の一つである。そのため、中国のレストランでは、四川料理を扱っていなくてもメニューに載っていることが、多い。 多くのレストランではピーナッツを使うが、高級レストランではピーナッツの代わりにカシューナッツを使うこともある。ありがとうございます。